さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目続きをやっていきましょう。まあ地下室ですね。モールデッドが多分めっちゃうろついてるんですけど、まあアルバートがあるんでこのままショットガンなしでいきましょう。もう突き進んでいきます。で、まずはね、解体室の鍵をゲットしないといけないんで、あそこはね、ウデマンが確か出てくるはずなんで、そこはちょっと競争弾を装填していこうかなと。で、一応ここシャットアウトして、競争弾に切り替えて、で、ここだよね。タマラ、で、テで、もわーっとなって、開け、ちょっとね、開けて、来たね。確実に、確実に行こう。ほら、このね、来るか、ちょっと一回ガードしよう。ガコってなるところがすごいよな。倒したか？よし、OK。いや、さすがだね。強いわ。で、鍵をゲットしたので、弾はこっちに切り替えておこう。で、ここがね、結構出るんすよね。1回目挟まれるからな。それはちょっと嫌だから。どうなるとあいつが降ってくるんだ。降ってくるんだが、どうだか分からんけど。ちょっと1回ここでやって、あ、2体同時に来るのかな？ちょっと。確実に仕留めるために。頭をね、やっぱ狙わないといけないんで。ガードしよう。いけるか。ほら、よし。で、装填。で、いるね。ほら。2発か。やっぱり2発かかるか。ほら。しまった。おお、待って。ほら。弾が込められてない。ほら。よし、OK。一発食らってしまったか。まあしょうがない。で、弾自体は、あとここか。薬液ガンのね。アイテムはこれだけだっけ、ここは。で、ここでしょ。で、ここ開けるとね、すぐ出てくるはずだから。ん？来ないか？いるね。待ち構えてるね。スタンバってるよ、こいつ。お、腕を伸ばしてくるときはちょっとね、当てづらいんだよね。ほら。で、ちょっとガードしよう。あ、いけるか。ほら。よし。あれ、ダメか。一発目が外したのか。で、至近距離から撃つ。いや、ダメだ。頭部を外したな。これはちょっとガード。おお。難しいね。3発しか弾が入らないからね。さて、次これをどうするか。ここは2体出てくるからね。一旦来て、1体ずついけるか。あー、2体いる。ちょっと待って、確実に頭を狙う。で、ちょっともう弾を込めよう。で、この通路に出てきた瞬間狙うと。ガードしてる。こしゃくなやつめ。いて。こしゃくなやつめ。ガード。弾を装填。ガード。ほら。ガード。おお。頭を確実に狙う。よし。うわ、なんだかんだで減らされたな。で、ここはもういないはずだから安心して探索しよう。黄色くなっちゃったか。使おう。ショットガンの弾をゲットして、あとこっち側は特に何にもなかったっけな。何にもなさそうだね。これを開けて、で、薬液鏡を取って、
で、ここ。あ、もうすぐ連打しちゃうんだよね。あれ、解体室の鍵、どこ行った？あれ、解体室の鍵、もしかして取ってないよ、俺。取りに帰んないと。急げ。なんてことだ。え、解体室の鍵俺取らなかったっけ？あ、取ってねえわ。こいつ倒して、そのままじゃあ行こうみたいな。さあさあさあ、急げ急げ。で、ここを開けて、解体室の鍵へ。で、レリーフを取ろうとすると。おうおうおうと。俺が父親のはずだった。だがあの子はあいつを父親にすると言い出した。そりゃダメだ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 。やつを見つけ出して、存分に思い知らせてやる。そのためにはお前の力がいる。そう、エブリンはね、こいつよりイーサンを父親にしたいと。そういうことだね。で、この段階で、おっさんがね、うろつかなくなるんで、ここのタイミングでちょっとショットガンを取りに行きましょう。やっぱショットガンはね、おっさん戦で、チェーンソーを取るまでの間、かなりの戦力になるんで、で、エブリウェア人形だっけな、あれがなんかここら辺にあるとかないとか、アンティークコインだっけな、なんか忘れちゃったけど、地下1階にあるって言ってたんだけど、ん？どこだ？なんかこのスノコの横みたいな。まあいいや、それは後で探すか。地下1階通路だもんね。これちょっと開けて、で、アイテムを整理しないとショットガンは取れないんで、一回アイテムを置きましょう。これも置いて、薬液を置いて、これでいいかな。で、2階へ行きますと。この段階ではね、おっさんはうろついてないんで、安心してアイテム探索ができますね。とか言って出てきたら嫌だな。よいしょっと。で、鍵を使いましょう。サソリの鍵。ほら。で、壊れたショットガンを取ります。もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。次から客が逃げたときは犬のレリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。リビングルームの振り子時計、娯楽室の本、地下の解体室だと。で、これ開けて、ハンドガンの弾をゲット、薬液をゲット、あとはこの中は、あ、これ入れ歯は特に関係ないから、他にはショットガンの弾をゲット。ここには何にも入ってない。あとは記事、ミセス・ベイカーへ。お加減はいかがでしょう。前回の LINE から長く受信されていないようですね。レントゲン撮影結果を分析したところ、頭部の影はある種の心筋カビに似た構造でした。幻覚や幻聴とも関係があるかもしれません。もし何らかの寄生菌が原因ならすぐに除去しないと手遅れになりかねません。この手紙を読まれたらすぐ LINE し、精密検査を受けるよう医師としてお勧めいたします。ダルベ総合病院、クロフォード・ラングと。ここのアイテムは、これだけだったかな。じゃあ、戻ってショットガンをゲットしましょう。やはりアルバートとショットガンだったら、やっぱりショットガンの方が強い感じはしますね。まあ、そりゃそうかっていうのはありますけど。所持品が多すぎてショットガンを入手できない。これ、サソリの鍵、マジいらないんだけども。これ、捨てらんないの？捨てらんないよな。
そうか、もう一マス開けないといけないのか。薬液か。薬液と重ねるものないな。サソリの鍵が邪魔なんだな。ちょっと面倒だけど、サソリの鍵はじゃあ預けに行きますか。リュックサックが手に入るまでね、だいぶアイテム欄が小さいからな。これ預けて、これで大丈夫でしょう。要はショットガンを2つ持つことになるのか、奥までは。それでだいぶ圧迫されるんだね。よし、ショットガンをゲットして、で、この壊れたショットガンで、こっちは4発用のショットガンだけど、ま、弾を込めていきましょう。 OK。さ、先へ進んでいきますか。ここら辺でなぜかオートセーブが入るっていう。ちょっとエブリウェア人形とか、あ、ここか。あ、これアンティークコインか。エブリウェア人形じゃなかったな。エブリウェア人形はこっちか。こっちのやつって壊したっけ、なんか忘れちゃったな。ここにあったやつだっけ？あ、いるわ。ここ、ここ、ここ。ほら。OK。で、精神刺激薬は別にいらないんで。先へ進んでいきましょう。よくこういうの見つけるよな、みんな。さて、ショットガンはどん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 ぶっ放して。開けて、ここはね、まだ何にも出てこないから、よしとして、ショットガンの弾ゲットのハーブをゲット、開けて、警察官は特に何にもないけど一応調べておきますか。あの保安官か。保安官、明るいね、本当に。さて、動いてるね。まあ死体蹴りするのはかわいそうだから。さて、じゃあ行きますか。ベイカー戦、これ以上持てない。アンティークコインが邪魔だな。チェーンソーって一マスだったっけ。ちょっと待って、まあいいや。そうすると、じゃあこれを合成すればいいのか。今さ、おっさんどう思ってんだろうね。あいつ早く取れよみたいな。何してんだ、なんで合成してるんだみたいな。ゲットだぜ。これ確かダメージ食らうんだっけ。突き落とされて。あ、そんなことなかったか。お前はもう逃げる。ほらほら、お、すごい顔が。一応想定はしておこう。遅いな。ほらほらほら、あ、しまったしまったしまった。ん、あ、チェーンソー、チェーンソー俺も欲しい。ゲット。どうだ、生かすだろ。いや、いて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 、食らっちゃったよ。ガード。おらら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 、オラ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 。くそ、顔を狙わないと。なんか何、何、向こうのが強いね。オラオラオラララララララ、どこだこの野郎。くぅ、くらえ。もう許さんぞ。ほら、何この差し合いは。来るか。ほらら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 、
ンジアクション。いて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 、待って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 回復薬を使ってエンジンかけた。あ、待ってね、ガード。ほら暗い。ほらほら結構強くねこいつ。これはくそー、エンジンのかけ直しがめんどくさいな。こんな強かったっけ。ほらほら倒した。まだか。倒した。よし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 。いや、まだか。あ、そうだ、こいつ爆発するんだ忘れてた。おお、すごいね、これどういう状況だよ、本当に。もう二度と起き上がるな。回復薬をゲット。あとアイテムは、おい、ハンドガンの弾をゲット。あとなかったっけ。特に何もないよね。じゃあ、チェーンソー。あれ、チェーンソーって今どこにあるのか。これか。ちょっと待って、こうか。壊れてしまった。いらん、こんなもんは。さて帰るか。これ帰りは別にそんな大したことなかったっけ。一応ショットガンを持っておこう。この4発もな、なんかちょっと使い切り体感があるけど、ついついね、弾が減っちゃうとすぐリロードしちゃうんすよね。よしよしよし、オッケー。で、こっから上がって、ん？なんか歌的なものが流れてた。おーおー、こいつか。エブリンが今なんか歌ってたのかな。まあ、とりあえずエブリンは無視しておいて、レリーフをはめましょうと。やったぜ。で、出て、あとはちょっとここら辺のアイテム探索ですね。まずハーブを取って、ガンパウダーを取って、あとどこだっけ？なんかこういうところにあった気がするけど、ハーブを取って、あとこん中か。これの、キーピック取れない。まあ、一旦じゃあ預けてくるか。トレーラーハウスで。で、ここに人形がいます。ほら、ほら、よし。で、電話が鳴るんだっけ？鳴らないんだっけ？まあいいや。ハーブ。で、アンティークコインを取りましょう。アンティークって今何枚あんの、そもそも。これは小さい時の写真か。みんなもう戻らないと。どんどん体がおかしくなっている。そのうち父さんや母さんみたいになる。みんなあいつのせい。逃げる、無理、気づかれたら終わり。あいつと一緒に来た女、ミアが何かしている。血清があれば体を治せる。もっと聞き出す必要ありと。まあ、これでミアと組みましょうと。で、この中には、特に何にも入ってませんと。
とりあえずあれだな、アンティークコインを一旦預けて、8枚これを取り出して、で、これは欲しいよね。3210と、で、スタビライザーをゲットしましょうと。で、スタビライザーはもう使う。いやほー、最高だ、力がみなぎる。で、これも3つでしょ、これも使っちゃおう。どうせマグナムなんてさ、もう最後の最後にしか使わないからね。で、これも取って、ステロイド。で、体力が減ってるからステロイドを使いましょうと。イヤホー、役付けたぜ、俺の体は。OK、体力の上限が上がったと。で、ここはこれだけだから、もうちょっと、もうちょっと中庭を。あ、電話ね、電話。そうそうそうだ。はーい。やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ？それをやれば出られるのか？そう、よく聞いてね、イーさん。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか？血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。わかった。どこにあるんだ？それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。でも母さんもそこにいると思う。母さん？気をつけて。みんなあんたを探してる。ま、人気者だからね。体を怪我されているっていうのはもう承知の上なので、とりあえず取れるものをまずは回収しよう。薬液取って、で、ここのキーピックも回収をしますと。で、あとはここら辺にあったよね。あ、分離剤か。分離剤。さらに。こっちは休館へ行くから、この下とかにね、そうショットガンの弾なんでこんなとこにショットガンの弾を置いたんだっていう。で、ここはまだ行けない。向こう側から施錠、向こう側から施錠されてるんだったらこれ絶対登れるよね、このくらいの高さだったら。で、ここには特に何にもない。で、ここはあれで、サプリメントはちょっといらない。うーん、まあ預けるものがいっぱいあるけど、他なんかあったっけ。ここのな、ちょっとアイテムの配置が、あれなんだこれ。あ、そっか、こんなんあるって、なんかあったな。で、このままでは開かない。そう、ここでね、なんか斧を使うんすよね。135で、なんか7っぽくなってるじゃないですか。で、斧を使って7って投影するんですよ。そうすると、なんだっけな、体力が上がるやつだったかな、が手に入ると。まあ、そんな仕掛けですね。で、あとここか。で、結局ここも、もう一回アイテムを預けないと取れないんで、やはりリュックサックだな。もう超めんどくさい。これも預けて、よし、行こう。あ、違う、ハンドガン。あ、そっか、ハンドガンもうもともと1個しか持ってないからな。で、ここをこじ開けて、あれ？こうか。よいしょ。こらしょーっと。で、こいつを取って、リビアキット。で、ショットガン2マス必要だから、これで大丈夫だな。ショットガンはね、やっぱりあっちのショットガンの方がいいんで、
ちょっと取りに行きますと。さすがにね、アルバート持ってる状態でハンドガンを直すっていうのはアホらしいんで。てか壊れたハンドガンってどこに置いちゃったんだっけ。まあいいや、壊れたショットガンとリペアキット合成で、ショットガン M21 で、こっちのショットガンを置いて、よし、OK。いいね。お気に入りのショットガンを手に入れた。さて、そっから壊れたハンドガンだな。このトレーラーハウスの中にあった気がするんだけど、まあ一応取ってはおきましょう。どこだっけ？あ、これだ、これこれこれ。壊れたハンドガン。で、これはもういらないんで預けて、必要なものはもうこんなものかな。競争弾もある。ハンドガンの弾、あれはもうないんだっけ。ガンパウダーあった。ガンパウダーはね、速攻で使っていこう。合成して、おい、弾にすると、よし。じゃあ次は旧館の方へ向かっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。